2024年5月6日今日お誕生日の人おめでとうございます。今日はチャビンさんが突然にうどん食べに行こうって言い出しました。はい、私たちにとってうどんといえば大阪は八尾市にある創業41年の名店さぬきうどん八坂さんです。ちょっと遠いけどとっても美味しいんです。美味しいお出汁、そしてこのきつねうどんの青揚げさん、こだわりの奈良のお豆腐屋さんで作ったお揚げさんが、美味しい出汁がしっかりと染み込んで、本当に一口噛むとじゅわっと口の中に旨味が広がります。大好きです。今日はいつもは肉うどんが好きなチャビンさんですが、もう行く前からきつねうどんと決めていました。今日のうどんのお供はミニの卵丼ぶり。チャビンさんと2人で分け分けしていただきました。とっても美味しかったです。胃が3分の1になってしまったチャビンさんもとても美味しそうにパクパクと食べてくれました。でね、嬉しかったことは、お店の方におうどんを柔らかくしてほしいなんて一言も言わなかったのに、手術したばかりのチャビンさんを気遣ってちゃんとおうどんを柔らかく茹でてくれてたんです。乙女ちゃん、ありがとう。美味しかったです。